PZL で設計、製造された、多用途機である。短距離離着陸性能に優れ不正値にも強いため、多数の派生型が製造された。ビルガとはポーランド語で西高ライングイスを意味する。PZL-104 は、主に航空スポーツ、特に、グライダー栄光やパラシュート訓練に使用するために、設計された。初期のビルガ1の試作機は、 ポーランド製の PZLWN-6RB220HP 水平対向エンジンを搭載し1962年4月24日に初飛行を行った。ビルガ1は様々な欠点を露呈し、その中で最も深刻な問題は重量が課題であることと搭乗員が栄光しているグライダーを視認できないことであった。この結果、機体は ブロネスワフ・ジルアカウスキーとアンジェイ・フライドリーチュクスが率いる設計チームにより徹底的に再設計され最初の設計と共通なのは汎用構成品と翼の一部のみであった側面ドアは髪型へ開き観測がより容易なように及びパラシュート効果がし安いようにドアを開けたまま飛行することができた 新しい派生型の PZL-104 ビルガニは1963年8月1日に初飛行を行ったが少数しか生産されなかった。225HP のコンチネンタルをマイナス470水平対向エンジンを搭載したインドネシア向けの輸出モデルのビルガシーが1963年12月30日に初飛行を行った。 ビルガニの機体設計が成功した一方で、WN-6 エンジンの信頼性は完全ではなくシリーズ生産には入らなかった。これにより 260HP のイフチェンコ AI-14R 製型エンジンを装着することが決定され、これが PZL-104 ビルガ3となり1965年12月31日に初飛行を行った。 新しいエンジンは、より強力であったが水平対向エンジン用に、デザインされた前のモデルの完結で細い胴体ラインを、損なっていた。それでもなおこの新しいモデルは成功策であり、特に最軽荷重状態での上昇率は、最大秒速11メートルという高いものであった。数少ない欠点の中の一つは、比較的不経済なエンジンであった。 コンチネンタル製の水平対抗エンジンを搭載した改良型のもう一つの派生型ビルガ32が少量輸出され、このモデルはインドネシアでゲラティックとしても生産された。ビルガ3が13機生産された後で、いくつかの改良が施された。最も特筆すべきものは安定性の改善のために、主車輪とオリンの間隔を2 1トルから2.83。 メートルに広げたことだった。PZL104 ビルが35と命名された改良型は1967年6月29日に初飛行を行い、その後量産に入った。最も多いビルが35の派生型は多様時のビルが 35A で、その他のものは少数化、試作機であった。1979年から、 アメリカ市場向けに認証を受けた改良型のビルガ80が生産に入った。1990年代末には、ライカミングエンジンズ製の水平対抗エンジンを搭載し、空力的な改善が図られた PZL-104M ビルガ2000系が開発された。935機のビルガ35と80を含む、すべてのモデルで1000機以上のビルガが生産された。 これは最も多量に生産されたポーランド製の航空機であった。イズ PZL 社は同社のウェブサイト上で PZL-104MA ビルが2000の生産を停止することを発表した。PZL-104 は金属製構造の型持ち式公約単用の通常の形式の機体であり強度を高め軽量を維持するために 表皮は上の通った薄い金属で覆われている。スロッテッドフラップとスラット付けの長方形の一本下手翼と、セミモノコック構造の胴体で、両側に上開き式の大きなドアを持つ四座のキャビンを持っていた。固定折リン式の硬着装置は、前足が車輪の近くで後ろに寄れる特徴的な設計である。当初から舗装されていない。 飛行場での離着陸を想定していたため、農業機としても利用された。一部の派生型は前足にスパッツを取り付けている。また、操縦席からの視界が良好なためパトロール機としても利用された。主翼に2つの燃料タンクを搭載している。ビルガはポーランドではもっぱら遊覧飛行、グライダー栄光、パラシュート降下訓練に使用されており、ほとんどが、 ポーランドの航空クラブで運用され、地域の航空クラブでの基本的な機種である。ポーランド人操縦士の飛ばすビルガは1978年から2006年までのファイ世界飛行ラリーと飛行制度競技大会で数々の賞を獲得した。ありがとうございます。